本当に雪が多ってね、金沢は半年冬やさけね、多い時はね、屋根の上まで降るんやっちゃ。こんな時はまあ掃除も大変やわね。今日は加賀百万石でおなじみの金沢市にやってまいりまして、この町の皆さんに東芝クリーナーマジック45の求人力テストの模様をご覧いただいております。視聴者参加型コマーシャルの始まり。マジックを使った東芝クリーナー、左側が使っていない東芝クリーナー。マジックバッグを使っていない場合は早くも6個目でストップですね。しかしマジックバッグのついた東芝クリーナーはどんどん進んでおります。ああ、だいぶ違うわね。さて、どうしてこんなに差が出るかと申しますと、その秘密はこのマジックバッグにあるわけなんです。ちょっと奥様これご覧ください。このポリウレタンフォームの中袋が細かいゴミを吸い込んでも根詰まりを起こしませんから、いつまでも吸い込む力が落ちないんです。これだけでね、不思議なね、本に不思議な。おひさかさん、はいはい、こっちどんどん吸い込んでますよ。18、19、20、21、22。あー、まだまだ吸ってますね、いや、私すごいですね。初めね、信じられなんだね。トリックでもあるんかと思っておりました。やっぱりあの本物で、本当に本当は娘の、あの嫁入りの時に持たせてやらせて。金沢の皆様にも大評判です。東芝クリーナーマジック45。やっぱり今度はこうときはね、やっぱり東芝の方いいね。